月刊オタルの編集長藤森さつきでございます。本日は月刊オタルの新年号オタルの人のコーナーでラブリー美容室の池田玲子先生のところにお邪魔したいと思います。場所はこちらが国道です。国道から港側に入ってきまして、北側眼科の手前の右手に2階にあるラブリー美容室さん、これからお邪魔いたします。はい、ラブリー美容室の池田玲子さんです。はい、池田玲子です。よろしくお願いいたします。先生はこちらにお店を出される前に、はい、違う場所でもお店を出されてたと伺ってるんですが、はい、その、まあ、大まかな流れみたいなのを教えていただけますか。はい、昭和45年にですね、はい、都通りでラブリー美容室を開設しました。はい、それから、はい、そこで3年間してまして、はい、その後旧北海ホテル地下で16年間、うん、はい、それ、はい、それでそのホテルを、はい、壊すということで、はい、こちらの方に、はい、平成元年ですね、63年ですね、はい、昭和63年の7月にこちらの方に仮店舗という形で、はい、移転したんですが、はい、それで今年、来年になりますとちょうど24年になりますね、ここで。あ、ここで24年、はい、なるほど。じゃあ一番最初にお店開かれた時は先生おいくつだったんですか。私2月生まれなので22になったばっかりの年でした。はい、なるほど、はい、それで来年の3月で42周年、はい、そうですね、そうですね、はい、長いですね。そうですね、長くやってきましたね。ですね、こういう美容師さんのお仕事っていうのはもうとにかくこう下積みが大変だと伺ってますけれども。はい、私札幌グランドホテルで、はい、婚礼の方を中心にさせていただいて、はいはい、そして婚礼の方の仕事をしたいということで、はい、新生活互助会さんの専属として最初させていただいて、はい、小樽で婚礼の展示会もさせていただきましたし、はい、お衣装の、はい、ですから婚礼をまずしたいという希望で、うんうん、それで札幌のグランドホテルさんの方の、はい、着付けの方を中心に勉強してきました。でその間に東京の方も行きまして、はい、武道の会っていう婚礼の方のお支度するディプロマっていうか、お許しをいただいて、うん、花嫁の、お支度もしてきました。それで小樽に来た時に、はい、ホテルに入りたいという希望で、はい、北海ホテルの方に入りました。はい、小樽は美容がすごい盛んだったんです。それで札幌の美容師の方々よりも小樽の美容師さんの方の方が競技だとか競技選手競技ですね、はい、美容の技術それが勝ってたって言われておりますし、小樽は日本髪を言う方が盛んで、はい、それで目隠しで日本髪を言ったコンクールもあったって聞いております。で私が美容を始めた頃は、はい、まだパーマウェーブっていうんですか、はい、コールドパーマウェーブそれが盛んで1000円以下で始めてたパーマで、私が始めた頃はですねブローが始まりまして、はい、網からを巻いてドライヤーに入ってっていう仕上げからブロッシングって言ってドライヤーとブラシでブローをするっていう形に変わってきておりました。それから結婚式の形も全部内掛けから振り袖、ウェディングカクテルっていう形から今はすごく変わってきてますよね。ですから私は婚礼の形はすごくこの40年の間に皆様のものの考え方とか家族の間の家庭の中の親子関係とか、うん、そういうものが
結婚式に反映してるんじゃないかなと思っております、簡略化されてきてますね。そうです、はい、そして、お仲人様を立てないで人前結婚式という形に変わってきてますし、それからホテルでしないで、いろいろなレストランを貸し切ったりとか、そういう形にも変わってきてますよね。そうですね、まあ、でもこういう美容の世界はそういうこう技術を受け継いでいくってこともありますんでしょうけれども、やっぱりこう新しいもの、はい、新しいものってこうどんどん取り入れたり、感性養うにもやっぱり時代に合ったものをこう見て、時代に合ったものっていうかそれに先駆けてやっていかないといけないお仕事ですもんね。そうなんです、はい、それとする仕事の内容がですね、はい、セクションセクションで、はい、専門分野でするっていう形よりも、はい、トータル的にしなきゃならない、はい、技術の内容があまりにも多いものですから、はいはい、私も最初フェイシャル、婚礼の前のフェイシャルっていうのも手がけてまいりましたけれども、小樽で開業してからはなかなかフェイシャルをしてくださるお客様の人口が少なくて、やはり仕事が分業化になりましてね、うん、フェイシャルはフェイシャルでやる方々、マニキュアはマニキュアの仕事、うん、また着付けを専門にする分業としてこう分かれていって、美容師のこう仕事の内容が少しずつ変化してきてるっていうことで、今美容界自体が反省して見直して、ですから美容師とそれから業者、ディーラーさんたちの中で今パーマネントウェーブをまた再度見直してきてる今時なんですよ。で、一時カットだけとかそういう時代もありましたけど、やはり美容師はパーマ屋さんっていう名前から発祥してますからね。ですからパーマをやはりちょっと基本的にやり直そうということで今全国的に動いております。で、美容界はですね、今組合員数が小樽では96件と全盛期から比べまして相当減少しているんですよ。96件。ええ、はい、そしてアウトっていう組合に入ってない方もかなりその同数以上、同数かそれ以上の方々もいらっしゃいますのでね、はい、今私は今日本海エリアマネージャーをさせていただいておりまして、はい、エリアの中でも会員数を増やそうということで、はい、今みんなで努力している最中なんですけれども、そのためにも福祉美容だとか介護美容、そういう方の認定資格とかそういうものも今北海道の組合の中で考えられて、第1回目の認定証を私受けてまいりましたけれども、これから小樽は3人に1人が65歳以上ということで高齢化しておりますのでね、そちらの方をだんだん手がけてまいりたいと思ってます。特別養護老人ホームの方にも月に1回カットに行っておりまして、やはりお年寄りの方々が美しくなるっていうことの基本っていうものは崩さないお年寄りがまだまだ多いなと思っております。それでうちの古いウェディングドレスとかそういうものをそういう施設の方に差し上げて、それでそこでウェディング着せたりタキシード着て、喜ばれたっていう話も聞いておりましたので、大事なことだなと思ってますね。2代目の秋香さんです。よろしくお願いします。2代目です。秋香さんも修行を長く積まれて。そうですね、はい、一応札幌の資生堂美容室というところで、はい、専門学校卒業した後、はい、4年間、はい、授業して、はい、それでこちらの実家の方に帰ってきた、はい、ということです。はい、
まだまだお母様から学ぶことはいっぱいありますんでしょうね。そうですね、美容の仕事自体がいろいろ幅広いので、うんうん、これが最終的っていうものはないと思うんですよね、うん、なのでまだまだ先生もまだまだ勉強の最中ですから。いや逆に私の方が若い人の、 技術っていうか感性っていうかそういうものすごく刺激になりますし、ね、親子でもお互いにいいものを取り合って学んでいけたらと思ってますね。はい、こちらの池田玲子先生と秋香さん親子すぐピンとくるのが牛尾祭りなんですけども小樽美容協会さんの副会長さんでいらっしゃるんですね。はい、そうなんです。小樽美容協会さんと言いますとやっぱり牛尾祭りの練り込みそうですねですけれども、はい、玲子先生も秋香さんも、はい、もう主力メンバーでいらっしゃるのでその意気込みなども合わせてお聞きしたいなと思っております。私たちは美容で物を作りっていう方の、分野ですのでやっぱり作品作りながら、はい、小樽市民の人に喜んでもらいたいっていうのが基本ベースで、はい、そして協会に参加したいっていう方なら美容師じゃなくても、はい、美容さんでもそれから一般の方でも参加してもらいたいっていう気持ちでね小樽のお祭りを盛り上げていきたいっていう気持ちでしてますけれども、はい、どうしても最終的には優勝っていうそれしかないですよね。そこを目指して、はい、それがもう常にみんなの一致した気持ちなんですよ。2位はない優勝っていう、ですから厳しい練習も厳しいんですよね。すごく厳しい練習も短期間でやれると思うんですよ。同じ気持ちでいるっていうことが大事で、美容協会の先生方を拝見してますとね、はい、もちろん踊られる先生方もたくさんいらっしゃって、それ以外にも衣装担当の先生方、はい、髪を担当の先生方、メイク担当の先生方と、はい、いろいろこう分かれて、はい、でこう毎週講習会みたいな感じで練習を重ねていらっしゃるんですよね。そうですね、はい、そうなんですよ。ですからそのセクションセクションでみんな一つになって、そしてどういうふうに仕上げていくかっていう会議何回かして講習会して、そして臨むんですよね。前回3年前にしたのも芸者とそれから火消しということで、小樽は昔火事が多かったんですよ。それで火消しっていうイメージと、それから芸者さんたちがすごく多くありましたので、歴史をひも解くとそこが結びつくなということで、きれいどころと稲瀬が火消し衆っていうようなイメージで3年前しまして、して、今回の今年は、それからやはり少し変化を変えて芸者は芸者でして、でそれに小樽はやっぱり漁業っていうか漁師の町で、それと少し、組み合わせを変えてやりました。秋香さんも先頭で踊られてましたけれども、はい、すごい意気込みでしたよね。そうですね、毎回厳しい練習で、でもやっぱり最終的には先ほども言いましたけど、優勝という2文字を目指して、でも練習の期間がねやっぱりとても楽しいんですよね。辛いんですけど、はい。また美容協会の幹部の先生方も、若手のトップの方々もとてもこのなんていうんですか、発想がいろいろ豊かでいらして、それがまたうまく組み合ってらっしゃるんでしょうね波長だとか。そうですね、いろいろイメージは湧きますもんね。